と、まあ、当然我々も東南アジアシンガポールとインドネシアにおりますし、はい、どんなビジネスでもそうだと思うんですが、ローカライゼーションって極めて大事だと思って、次の成長の一手として海外を見ていく、はい、不必要にこう分散させることがいいのかどうかっていうのは、うまい具合にこう得意領域で補完できればいいだけの話なので。スタートアップ同士 TV。はい、皆さんこんにちは、スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。今回も、番組ヘンゲさんにスポンサードいただきましてお送りさせていただいております。ヘンゲさんいつもありがとうございます。長戸部さんもいつもお世話になってます。今回もですね、前回に引き続き、グローバルブレインの池田さんにご出演をいただきまして、今回のテーマとしては、じゃあいかにしてグローバルでスタートアップをやっていくか戦っていくかっていうところをテーマにしながら、インドネシアでグローバルブレインの拠点の代表をやられている、池田さんにいろいろとお伺いをしてまいりたいと思っておりますので、改めてよろしくお願いします。ちょっと前回、前々回の話でも少し話の流れで出てきたところではあると思うんですが、はい、そもそもグローバルブレインさんとして、海外の方にも投資をしていらっしゃるし、国内のスタートアップで海外に出ていくようなサポートもしていらっしゃる中で、池田さんとして日本のスタートアップがどういうふうにしたらその海外により展開しやすいで、向こうで成功できる、うまくいくみたいなところのそもそもの大枠のちょっとオープンクエスチョンで恐縮なんですが、何かお考えってお持ちだったりしますか？すごく難しいことだと思うんですが、はい、大前提として業種によって多分全然違うんだろうなっていうのがある上でなんですが。はい、どんなビジネスでもそうだと思うんですが、ローカライゼーションって極めて大事だと思っていますと。じゃあ日本で始めたベンチャー企業が日本で事業をやりながら海外もやるっていうのがいいのかどうかっていうと、結構そうじゃないケースも多いんだろうなとは思っていて、例えばその日本で大成功されてるベンチャーさんっていうと、やっぱりメルカリさんとかの話になると思うんですが、彼らもアメリカとかすごいやられていて素晴らしいなと思うんですが、彼らってじゃあ日本で立ち上げながらアメリカやったんだっけっていうわけじゃないわけなので、全然違いますよね。そういう意味で言うと、やはり PMF であったり、いろんな各地域、日本で始まったベンチャーであれば日本が多分一番相性いいケースが多いと思うんですが、そこである程度事業を確立して、次の成長の一手として海外を見ていくっていう順番の方が自然なのかなと、そこを同時並行でいくのがいいのかどうかっていうのは、慎重に見た方がいいのかなと個人的には思っています。逆にそれこそ僕ら自体も起業家の方のピッチを聞いていたりすると、ピッチ資料の中に海外展開をしてでマーケットサイズがだから大きいんですってご説明いただくケースもやっぱり散見されるなっていうふうに感じることがありまして、その中でもちろん今のお話の文脈だと大きくなってからといいますか、一定のところまで行った上で海外展開がいいのではなかろうかという話だと思うんですが、仮にじゃあ途中でこういうような何かサインだったりとか、何かこういうようなものが数値として出てくると海外をじゃあシリーズ AB でも見始めてもいいのかもしれないみたいな事例も含めそうなんですですが、なんかあったりしますか？めっちゃ難しいことです。すみません。ありがとうございます。結構難しいと思っていたのが、私昔コンサルをやっていた頃に、いわゆる日本でトップクラスのと言われるような大企業の会社を日本でも支援したことありますし、海外、東南アジア、インドネシアでも支援をしていたことがあって、日本である程度のシェアを取り切って。当然日本もある程度自走するようになってきましたというところになったので、次に海外っていうような格好なのかなと。当然日本でもまだまだ成長伸びしろはあるとはいうものの、次なる成長エンジンとしてやはり向こうに持っていくという格好が自然かなというふうには思ってます。なるほどなるほど。やっぱ海外結構難しいじゃないですか。例えばインドネシアとか新興国なんでちょっとまた事情も違うんですが、やっぱり文化みたいなところであったり、それこそ宗教みたいな話であったりも全然違うわけですよね。私インドネシアにいるところは日系の製造業の会社支援をかなりみっちりさせていただいたんですね、コンサルの時に。工場で働いてるわけですよ。ただ何時間かに1回か礼拝行って帰ってこないし、しょうがないというか、そういうもんなんですよね。お昼休み行ったらってこないし、それは別にいい悪いとかではないと思ってるんですけどね、違いがすごくあるので、やっぱすごく体力がかかるんですよね。スタートアップって限られたリソースを集中投下して一点突破していくことがすごく大事だと思ってるので、それを不必要に分散させることがいいのかどうかっていうのはすごく考えた方がいいんじゃないかなと。なるほどですね。今日見ていただいている皆さんの中にも海外でチャレンジしたいんだみたいな、やっぱ志とかバックグラウンドの思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、場合によっては日本人の人が国内で要はグローバル展開のためにスタートアップを創業するんじゃなくて、そもそも殴り込んでで海外で創業して海外のスタートアップとして事業をやられてるケースっていうのも、はい、場合によってはやっぱりあるのかなと思うんですけど、はい、そういった実例に例えば投資していらっしゃったりとか、もしくはその投資先の実例でも構わないんですが、そういう起業をするときにどういうところに気をつけるべきですとか、何かこういうところを抑えておくとその海外でも少しもしかしたら場合によっては成長しやすいみたいなエッセンスって何か池田さんとしてご意見ってお持ちですか？おっしゃる通り日本人の方で、私はまず東南アジアの話をさせていただく、アメリカとかでも我々が支援させていただいた先で日本人で起業されている方も当然いらっしゃいますが、はい、私がよく知ってるところで東南アジアで申し上げるんであれば、うん、そういった日本人の方で向こうで起業される方っていうのは、ちょいちょいいますと。で我々もタイやインドネシアでご支援もさせていただいておりますし、はい、ベトナムやシンガポールなんかでもご出資であったりのお話、ご相談をさせていただくケースはございますと。いろいろあるとは思うんですけど、はい、申し上げた通りローカライズみたいなところ非常に大事なので、やっぱりどういうチームが組めるかが一番大事なのかなと思っています。日本人が得意なところもあれば、はいはい、やはり限界もあると思うんですよね、各地域において。そこのところはうまい具合に得意領域で補完できればいいだけの話なので、やはりチーミングをいかにするかっていうところがすごく大事なのかなと思っています。今で言うと、当然我々も東南アジアシンガポールとインドネシアにおりますし、他にも日系の素晴らしい VC さん、東南アジアにたくさんいらっしゃいますので、そういった方も当然東南アジアで日本人で起業されている方に支援するケースは多々見てますので、今はすごく海外での起業ともやりやすいんじゃないかなというふうには思ってますね。ちなみにその実際にグローバルブレインさんの投資先の実例とかですと、どういうふうなチーム組成をされていらっしゃって、その結果どういうところに強みを持っていらっしゃるみたいなものってあるんでしょうか？我々がご支援させていただいているところで、はい、例えば直近でお話しさせていただいたお会社ですと、はい、インドネシアで事業をやられている、本社シンガポールですが、そこは日本人の方が CEO でコファウンダーになっていて、一方で現地のその市場であったり業界であったりよく分かっている方とタッグを組んで一緒に起業されていると。例えばその資金調達周りで日系でやっぱり東南アジア行っている事業会社もそうだし、VC もそうだしたくさんあるので、そことの相談であったり、もしくは事業連携のところであったりは日本の方が主導してとか、うまいことタスクを分け合いながらやってるお会社はありますね。へえ。ちなみにそういった海外での企業とかに関心があって相談したいみたいな時って、池田さんにどうやって連絡するのが一番コンタクトするには早いですか？Facebook でも LinkedIn でも何でもありだと思いますが、ただよく言われるのはやっぱり私とかであれば別に連絡くれば誰の後でも話させていただきますけれども、VC の方もしくはエンジェルの方とかもそうですけど、やっぱりたくさん連絡くる方がいらっしゃるので、一番接点持つのにいいのは何らかの形の紹介とは言われていますと。でただ我々であれば、例えばグローバルブレインであれば問い合わせみたいなところに連絡いただければ、各キャピタリストに当然情報連携もされますし、先ほど申し上げたように Facebook、LinkedIn 等々で個別に連絡いただいても全く問題はないですね。承知しました。はい、ありがとうございます。池田さんのFacebook の URL ですとか、グローバルブレインさんのお問い合わせフォームですね。概要欄の方にも記載をさせていただいておりますので、ぜひそちらからもご連絡すること可能ですし、場合によってはいきなり連絡しにくいよという方であれば、僕らにお問い合わせいただいても池田さんたちをご紹介することもさせていただけるかなと思っておりますので、海外で起業したいと場合によっては今すでに大きい事業規模になってきたけど、これから海外展開とかも見据えて事業を作っていきたい、アセット国内で作っていきたいみたいな企業の方もぜひお問い合わせご連絡池田さんにどしどししていただければなと思っております。改めて今回も最後までご視聴いただき皆さんありがとうございます。良かったなと思っていただいた方はグッドボタンですとかコメント欄ですとかチャンネル登録もいただけると大変ありがたいです。それでは池田さん、改めて最後までありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もお会いしましょう。さよなら。